ネイティブの先生の選び方についてお話ししたいと思います。みな、hey、さんこんにちは。EnglishBootCamp の由美です。今日はどうやってネイティブの先生を選んだらいいか。ネイティブの先生のレッスンを受けるときに、 どういう基準でどんな先生に教えてもらうのがいいかっていう話をしたいと思いますで。その前にですね、軽く私の自己紹介を言いますと、英語の発音コーチですね、アメリカ英語の発音コーチをしています。でこれまで、まあ、日本人のみならず、まあ、ヨーロッパの方とかアジアの方にも英語や日本語も教えてきました。ざっと25年以上ね、この仕事をしています。で私の著書は後ろにありますように、寝、ね、転んで学べる英語発音の本。 っていうのと、あと英語の発音トレーニングブックっていうのを出しています。こちらの著書に関しては下の概要欄にねありますので、興味のある方はまたチェックしてみてください。でですね、まあもう長いことね、こう英語を教えていて、同じように英語を教えている、まあ、ネイティブの先生なんかとも一緒に仕事をしてきたりとかね、え、私自身もネイティブの先生のレッスンをね、今も受けているので。 まあそんな中で先生の選び方というかどういう基準で先生を選ぶのがいいかっていうお話をちょっと今日はしたいと思うんですねでこれねいろんな方からやっぱり質問があって一番多い質問が日本人の先生に習うのがいいのかネイティブの先生に習うのがいいのかど,どっちがいいですかっていう質問が一番多いんですよねであとはネイティブの先生だったらどういう先生を選ぶのがいいかっていう質問ですねでもう一つが どううしたらいいい先生に出会えるんですかっていうねこの3つが大体ね多い質問なので順にね今日はこの3つのお話をしていきたいと思います。でまず一つ目のね日本人といわゆるネイティブの先生とどっちがいいかっていうお話なんですけどこれはやはりね習う人のその状況というかレベルにもよるんですね。 で、非常に初心者の方、初級者の方ですね、今からもうほとんど、もう英語忘れちゃってて、もう一からやり直そうっていうような方は、やっぱり日本人の先生がいいと思います。なぜかっていうと、やっぱり日本語でいろいろ説明をしてもらったりとか、質問をしたいじゃないですか。ある程度、日本の英語教育っていうののバックグラウンドがないと、こう生徒を教えることができないですね、やっぱりね。で、英語の教え方ってやっぱり日本って、やっぱ日本なりの… まあちょっと特殊な教え方なので、まあ、それを知ってる人でないとここはこうだからとかあのこういう風に教わりましたよね学校でみたいな話ができない。なのでやはり最初の初級者の方は日本人の先生にある程度手取り足取り教えてもらってでそこそこのレベルになったところでネイティブの先生にシフトチェンジしていくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、オンンンライイのレッスななんかででははネイティブではないけれども いいいわゆるネネイイテティィブブというのかなネイティブに近いその外国語としての英語を話してるんですけれどもいわゆる第二言語に近いっていうのかな学校では英語で全部授業を受けてきたとかこう公用語として英語を使ってるみたいな人たちもいますよね例えばフィリピンとかねでそういう先生に習うっていうのももちろんいいと思います、まあ、そういう先生の良さっていうのはやはりねネイティブアメリカ人とか にに習ううよりは非常に安く上がるっていうところですね <laughs> とても安いっていうね。なので、そういう、こう、いろんないい面と、その、プラスマイナスっていうのはいろいろあるんですけれど、自分のレベルと、自分の、まあ、良に合った先生を選ぶのがいいかなと思います、個人的には。で、じゃあ、まあ、そこでネイティブの先生に習うとしましょうね。 で日本人の先生を選ぶ時っていうのは多分日本人同士なのでこの人合うなとかこの人説明がうまいなとかっていうのは分かると思うので自分で判断つくと思うんですがネイティブの先生をどういうふうにどの基準で選べばいいのかっていうね、えー、お話をしたいと思います。でネイティブの先生をね選ぶ時のまあポイントはですねこういう先生をやめ,ようはやめようっていうのがあって一つはねやっぱり自分の話ばっかりする先生ですね。 これは多いんですけど、とにかく、こう、レッスン中、7割ぐらい先生が喋ってる。これではダメです、やっぱり。会話のレッスンなので、生徒に喋らせる方向に持っていかないと、やっぱダメなんですね。で、もちろん、すごくすごく、こう、初級の方で、喋るところまで、まだ、まだ至らないというか、説明をしてもらって、先生の言うことを聞いて、リスニングを中心にやりたいとかね。で、そういう、 目的があるのであればいいんでですよでもそうではなくて、例えばもう中級ぐらいの方でたくさん喋りたいと思ってレッスンを取ってるのに、にもかかわらず先生がひたすら喋りまくる。でもこれダメですねとってもダメです。なのでそういう先生はやめた方がいいです。あとは発音のチェックをねしてくれない先生。発音チェックしてくださいって言ってるにもかかわらずスルーせする先生ですね。これもよろしくないですね。で、やっぱり こう自分の発音をチェックしてほしいじゃないですか。せっかくネイティブの先生に見てもらうんだから。にもかかわらずやっぱりなんとなくこう流されてしまうっていうそういう先生も良くないと思います。あとはやっぱりこう相性ですね。何事も人間対人間なので相性があるので他の誰かがこの先生いいよって言ってても自分が習ってみるといまいちってことは絶対あるんですよ。それは人なので。なので自分にとってなんとなくいいなって思える相性の合う先生。 っていうのがいい先生だと思いますなのでこの辺を基準に探してみるのがいいかなと思いますねでそういういい先生をじゃあどうやって探せばいいのかいい先生にはどうすれば出会えるのかっていうね最後のお話ですけれどもこれは難しいです、うん、あのいい先生を探すにはやはりたくさんレッスンを受けるしかないですどのまあオンライン英会話とか その実際の教室ですよねスクールとかでもやってると思うんですけれどもまずはそのトライアルレッスンみたいなのがあると思うんですねでそれで受けてみてでそのるところを探すことですねもうこの先生って決まったらずっとその先生っていうのだと嫌だなと思った時になかなか変えられないじゃないですかでオンラインの場合はねそれはないと思います大抵どこののオンンラインの 英会話でもこう毎回毎回先生は自分で選べるはずなんですけどまあ、いわゆる英会話スクールですよね教室でやってるようなところっていうのはそこのスクールのシステムによっても先生が担任制みたいで決まってる場合とかっていうのもあるのでそういうのはねあまりお勧すすめしませんこう最初に相性が悪かったりとか途中からなんとなく違うなと思った時に変えにくいっていうのがあるのでなので毎回自分で選べるっていうようなところで えー、自分が気にに入った先生に出会うまでで諦めないことですねでやっぱり人気の先生っていうのは予約がなかなか取れなかったりします特にオンラインのねコースを取った時にですねこの先生いいなと思ってももう全部予約埋まっているってことがあると思うのでなので頑張っていい先生をこう自分から発掘していくっていうんですかね、うん、そのぐらいの勢いでやるのがいいかなと思います。なかなかか何ででもそうですけど いい人に出会うにはこちらも努力しないとなかなかね難しいですなのでこうラッキーにも最初に出会った先生と相性が良くてとてもいい先生だったってこともあるのでね諦めずにずっとずっといい先生を探してみてください以上今日はですねいい先生に出会う方法ですねまず日本人の先生とネイティブの先生どっちがいいのかっていうお話それからネイティブの先生選ぶ時のツーポイントで最後 最終的にいい先生に出会うにはどうすればいいですかっていうお話についてちょっと解説してみました何か質問コメント等ありましたらまたこの下のねコメント欄に書いてくださいで今後ねこういう感じでいろんなアドバイスをね英語と英語学習発音に関するアドバイスをねこのチャンネルではしていきますので何かリクエストとかがあればねまた皆さんのリクエストを読んで その中で、あ、これはいいなって思ったものがあれば動画にしていきますので、そういうのもね、よろし,よろしければ、があの下のコメント欄に書いてください。で、今回の動画が役に立ったっていう人は、ぜひぜひ高評価お願いします。で、まだチャンネル登録してない人も、ぜひこの機にチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。See ya! チャンネル登録の方もよろししくお願いします基礎から応用まで学べる「ユミの脱カナカ英語マニュアルは」はこじはるさんの CM でおなじみのベースにて販売中です。また U コネクトのアーサーとコラボしたオンライン発音講座も好評発売中です。詳細は概要欄を見てくださいね。